マラッカ国際空港は、マレーシアマラッカの州都にある空港。旧称は、バトゥブレンダム空港である。1952年に開港。マラッカ中心部から北へ約7キロメートル、バトゥブレンダムにある。ペランギ航空が長い間運航していた、シンガポール船を運休したため、一時期定期便が途絶えていた。2001年頃、ペランギ航空は、新規に、一方、プカンバル。 メダニーの路線を開設したが、経営破綻のため運行休止。メルパチ航空が、フォッカー F27 型機を使用し、パカンバル、バタム島へ、ベルジャヤ航空が DHC-7 型機を使用し、クアラルンプールのスルタンアブドゥルアジズシャー空港へ、路線を開設したが、いずれも撤退した。2006年より、改装工事が始まり、2009年5月12日、 新しい旅客ターミナルが完成し、運用を開始した。また、滑走路を2135メートルに延長する、工事をしており、2009年11月1日から、マレーシア航空、エアアジア、カルーラインドネシア航空などが就航する予定である。2010年2月、空港名をマラッカ国際空港へと変更した。二千十九年現在、マリンド航空が、コタバル。 ランカウイ、パカンバル、ペナンへの定期便を運行中。2019年7月1日からエアアジア社による、マラッカ国際空港、バツバレンダム、インターナショナルエアポート、MKZ とペナン空港を結ぶマレーシア、国内定期便が運行中。ありがとうございます。